寺田さん、今年初のコアアップデート来ちゃいましたね。来ましたね。3月の3日からですかね、日本時間だと。コアアルゴリズムアップデート、コアアップデートっていうことで開始されましたと、情報出ました。これと同時に、スパムアップデートも走ってますと、うん、はい、スパムポリシーとかも発表されていて、今回のコアアップデート、Google 的に結構やる気ですと。やる気、相当やばいってことですね。そうですね。力入ってます。Google の公式のブログでリリースされてたんですけど、はい、複雑かつ大規模で、かなり大きな順位変動がありそうですと。具体的に言うと、検索結果における低品質だったりとか、うん、独創性のないコンテンツっていう言い方をしてますが、ここが合計で 40% ぐらい 40% 減少するだろうという書き方をしています。現状で分かってる速報的な情報をお届けできればと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。3月のコアアップデートというところで、日本時間の3月6日から開始されたんですが、スパムアップデートと同時に発表リリースされてますと、はい、コアアップデートとスパムアップデート2つ走ってるっていう点で、あとコアアップデートにですね、実は昨年あったヘルプフルコンテンツアップデート、ありましたね、23年の9月にあったんですけど、これが含まれてますと。なので結構複雑、いくつかのシステムがアップデートとして走ってるという意味で、通常より対象領域というかアップデートとしては規模が大きいというところがあります。このためにロールアウトまで1ヶ月ぐらいはかかりますと、普段よりちょっと長めですというような話がリリースされてます。なるほど。通常ロールアウトって最大2週間って発表されるので、かなり大規模なのが分かりますよね。そうですね、この1ヶ月の間大規模な変動が起こり得るということなんですが、注意したいのは、はい、スパムアップデートに関しては2週間で先にロールアウトされるということになっているようで、でこの辺りがちょっと見極めが非常に難しいかなと思ってます、具体的にこの今回の3月のコアアップデートでどういうサイトに影響が出そうみたいな特徴とかであるんですか？今回のアップデートでは、特にスパム周りですね、はい、スパムアップデート関連で新しいスパムポリシーっていうのが公開されていて、その中で3つの行為、3つのサイトのパターンについては言及がされています。1つ目が生成 AI などを用いたコンテンツの大量生産ですね。2つ目が以前から問題になっているサブディレクトリー規制サイトと呼ばれるような、ドメインのパワーを悪用したような順位の対策の仕方、はい、3つ目が中古ドメインなどを使った、これも同様に SEO 対策みたいなところ、この3つが取り上げられています。なのでいわゆる SEO、 Google をハックしようみたいな、こういうやり方ですね、ここに対して Google は今回大規模に対策を打ってきたっていうのがアップデートの中心的な内容になってるかなと思います。なるほど。でも今聞いた感じだと、 Google って前からこのランキング操作目的のコンテンツ大量生産ってダメですよって言ってたじゃないですか。何が変わったんですか？ Google としては AI だろうと、コンテンツ生成した手段はあまりどっちでもいいですよみたいなスタンスを取ってきたんですけど、はい、世界的に見るとですね、結構 AI でガンガンコンテンツ作ろうみたいなのは割とトレンドというか、いろんなところでやってるんですよね、結果として Google の検索結果ってよくある情報、 SEO 対策されたコンテンツでずらーっとこう汚染されるというか占められてるみたいな状況になっちゃうと、そもそも Google ってあんまり検索してもいい情報ないよねみたいな、別のプラットフォームで検索した方がいいよねみたいな、これちょっと Google 的にはやばいというか良くないので、ここをしっかりと注意喚起というか改めて引き締めていこうみたいな目的も個人的にはあるんじゃないのかなと思っています。あとは Google、 その AI が生成したかどうかっていうよりも、ちゃんとその独自性があるかどうかみたいな、そのコンテンツの評価のポイント、結構前からこの SEO ニュースではちょいちょい取り上げてると思うんですけど、独創性、独自性があるかどうかみたいな、こういう可能性にも結構公式に言及しているので、この点はちょっと注目したいかなと思ってます。それはどういう意味なんですか？今回のスパムアップデートなんですけど、基本的にはメインターゲットとしているのは、機械的に AI などで大量生成されたコンテンツが、端的にはペナルティ対象というか、コンテンツを取り締まろうという意図があるかなと思うんですけど、Google の品質ガイドラインというか、ガイドラインの中でも言及されているので、明確にこれが主目的だなと思います。ただ、それに加えて今後、コアアップデートの中で、方向性としては、SEO で上位表示されるためのコンテンツ、いわゆる独自の情報がなくて寄せ集められただけのコンテンツ、ここが評価を得られなくなっていく可能性があるんじゃないのかなとはちょっと思っているので、今回のアップデートの結果によっては、後発というか、後から検索上位にあるようなものを情報を寄せ集めただけの AI じゃないんだけど、SEO 攻略的なコンテンツばかりを展開しているサイトがどう評価を保てるのか、上がるのか下がるのかみたいなところは注目していきたいかなと思っています。なので AI 生成コンテンツの対応もそうなんですが、2つ目は規制サイトの対策のところですね。今回は事前告知という形で、5月の5日約2ヶ月後までに対策をしておいてくださいねっていう、いわゆる予告になってますね。おー、なるほど。規制サイトの対応ってもう寺田さんもずっと言ってましたけど、いよいよ全部やっちゃいますよってことですね。そうですね。2023年去年の後半アップデート続いたと思うんですけど、結構そこで撲滅されるというか全部消えていくのかなと思ったんですけど、意外とまだまだ残っているので、今回しっかりとこの辺り蹴りつけたいのかなというのが、 Google 先生結構本気でやる気だな本気で来てると と思ってます。3つ目の中古ドメインを用いた順位獲得への対応っていうのですけど、最後の中古ドメインって何ですか？
ここはいわゆるドメインを誰かが使っていて、それを SEO の目的のために売買するっていうのは結構あるんですよね、はい、ああなるほど。あとはそもそもこれは企業ドメインとか、はい、あと一部そういういわゆる公的な機関のドメインも期限が来たから使わないみたいな、放棄されてるドメインっていうのもそんなに多くはないんですけど一部あったりして、はい、そのドメインを使うとそれまで対象のサイトに対して貼られた外部リンクだとか評価がそのまま残った形で次の買い取った人間だったり使い始めるサイト運営者が評価を引き継ぐことができるので、それを SEO 対策として割とブロガーさんだったりとか一部の方々はやられてたのかなと思います。ただそれをいわゆる SEO 攻略的なやり方として中古ドメインを使うことが当たり前になりすぎちゃうと、それもやっぱりそもそも何のためにドメイン売り買いしてるのって言ったら、はい、SEO の評価を上げるためなので本末転倒というか、ある意味規制サイトとちょっと似てるような対策になるので、ドメインを使って薄っぺらいコンテンツでも上位表示させられるよみたいなのってちょっと Google がやりたい世界観が違うので、あそこ取り締まろうような形ですね。なので万が一スパム、今先ほど挙げた3つのことですね、大量生成されるようなコンテンツだったりとか、あと規制ドメイン、サブディレクトリ貸しみたいなことをやっている、あとは3つ目の中古ドメインだったりとか使い古されたドメインを使って評価を上げていくみたいな、この3つのやり方をやっている場合にはペナルティだったりとかそれなりの対策が打たれると思われるので、もしペナルティがした場合はサーチコンソールに通知が来たりとかそういうことも考えられるので、もしそういう心当たりがあるんであれば今のうちに修正をしておきましょうというようなところが対応としては考えられるかなと思います。あとはこういう大規模なアップデートが走るときって結構流れ玉というとちょっと言葉が悪いんですけど、あれうちのサイトもなんか影響あるのみたいなことってたまに起こったりするので、はい、その辺もスパム関係ないんだけどなっていう人も改めてデータもしくは順位データ順位の動き方とかは見ておいた方がいいかなと思います。もしそういうことが例えばペナルティとか動きが見えてきたんであれば、ここに対しては何かしらの対策を検討していくのが必要かなと思います。一番気になるところだと思うんですけど、現時点で3月のコアアップデートで順位変動が起きたサイトとかってあったりするんですか？ SEO のツールだったりとかで今見てるところだと、うん、3月の9日10日の週末ですね、このあたりから徐々に動きは出てきているようですが、現状目立った動きっていうのはそこまで確認はできてないですね、うんうん、あとは独自性っていうところにちょっと絡むんですが、最近検索上位に EAT のエクスペリエンスですね、うんうん、ここの要素があるコンテンツ実際にやってみたらどうだったみたいな、ここが評価されている傾向があるなというのは感じているので、これとコアアップデートだったりとかヘルプフルコンテンツアップデートみたいなところがどれぐらい相関関係あるか分かんないですけど、アップデート起こる前ってちょっとこういう兆しみたいなのがじわじわっと出てきたりするので、うん、これがアップデートを抜けた後にまだ同じような状況なのか、より評価されるのかみたいな、こういったところも引き続き見ていきたいかなと思ってます。ここからちょっとまだ今回長いので、これから約1ヶ月間見守るしかないと思うんですけど、どういう影響が出てくるっていうの予測とかありますか？ここまでちょっと話したことまとめみたいになりますけど、あくまで予想としては先ほどのスパムだったりとかのいわゆる悪い SEO対策をやっているところをまずはピンポイントで特定して狙い撃ちしていく、そういうことのアップデートが走るのかなと思ってます。いわゆるスパムではないサイト施策のところについてもある程度先ほどの影響だったりとか流れ玉というとあれですけど順位変動は出てくるかなと思うので、そのあたりを注視しつつ、場合によっては先ほどの独自性だったりとか EAT の要素のところがより高い評価を得てくるみたいなところも可能性としてはあるかなと思うので、このあたりのどういう SEO コンテンツだったりとかサイトが評価されるかっていうのは引き続き見ていく必要があるかなと思ってます。今回の速報では3月6日のコアアップデート解説を速報で解説しました。参考になったという方はぜひコメントお待ちしております。またコアアップデートの影響でお構いの答えやウェブマーケティングのご相談はぜひ概要欄に URL を貼っておりますので、お気軽にご連絡をお待ちしております。概要欄には SEO サイト改善に役立つ無料資料のダウンロードリンクとマーケティングノウハウを発信するメルマガの登録リンクも貼っております。ぜひご登録よろしくお願いします。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録そして高評価お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。テイク2だ。お疲れ様でした。テイク2あったわ。最後ちょっと集中が切れてくる。だいたいね、もうなんか7本目はだいたい集中力ゼロなんですよ。だって最初からないじゃん、大して。最初あるんですよ。朝元気なんですよ。本当に撮り始めからなんかもう。もう最後だと思う。うん。流す気満々感。